どうもー。はい、今回はゴールドスペシャルリッチブレンド、こちらリッチに行きたいと思いますよ。お、1933年、優雅な香りと深みのある味わい、コク5ついてます。コク出していきたいですね。あれ2020年11月1日じゃん。え、今年の賞味期限が11月までだな。どれぐらい優雅になれるんですかね。本格ティードリッパー、香りとコクをじっくり引き出す。もっと手軽にプロが惚れるような本格的な一杯を。UCC ですね、これね。UCC さん、どれだけリッチにしてくれるんだろうな、UCC さん。まあ最近ですね、このシリーズ、まあ今までちょっとずっとあの999円のやつを買ってきたってなんですけど。これあのレビューできるなと思って、これなんかコーヒーレビューできるなと思って、まあ、レビューしてないんですけど、レビュー動画と言いながらレビューしない動画なんですけどね。多分新しくないですか、レビュー動画でレビューしないっていう。これね、ちょっと開拓できるんじゃないかと。それもお前レビューじゃねえじゃねえかっていうね。これ新しいんじゃないの？レビューしないレビューみたいなね。それはレビューじゃねえじゃんって。まあ、この後は YF チャーハン作りますからね。でもね、これね、ドリップが遅いですね。結構ドリップが遅い。ドリップが遅い。少量の熱量を約20秒慣らした後、140cc。そうそう。行きましょう。まあでもなんかうまそうな感じはする。